HTTP クライアントです。HTTP リクエストを送るにはですね、HTTP デフォルトクライアントの機能を使って、ゲットとかポストとかを送ることができますと。デフォルトクライアントはの、機能を使うにはですね、HTTP パッケージが提供しているゲットとかポストとかポストフォームの関数を直接呼び出すことで行えますと。で、レスポンスを読み取る場合ですね、HTTP レスポンスのボディを使います。IO リーダークローザーを実装しているので、読み込んだらクローザーを読んでください。これは、リクエストじゃないので、ちゃんとクローズしてください。あとはですね、リードクローザーなので、リーダーが取れるところには、こんな感じでデコーダーとか取れますね。はい、リクエストを指定する場合、さっきのポストとかポストフォームの場合って、これヘッダーが指定できないんですけど、ヘッダーを指定したい場合は、リクエストを作ってあげて、そいつに対してヘッダーをセットしてあげて、リクエストを送るということでありますと。で、リクエストを送るには、HTTP クライアントの do というメソッドを呼び出します。引数にリクエストを送ることが可能です。リクエストとコンテキストですね。HTTP リクエストからコンテキストを取得したい場合は、リクエスト .context ですね。これはサーバー側で行うことが多いですと。またはコンテキストを更新する場合、新しくコンテキストが付与された、リクエストを生成する場合は、リクエスト with コンテキストというのを使います。または、ニューリクエストする際に、with コンテキストという形で、コンテキストを付加しながら、リクエストを生成することも可能です。HTTP クライアントと HTTP トランスポートの話をしていきます。HTTP トランスポートというのは、HTTP ラウンドトリッパーというインターフェースを実装した型になります。トランスポートはですね、HTTP、HTTPS、HTTP プロキシなどの通信を行う、実際に通信を行う、型になります。コネクションのキャッシュとかを行っています。で、HTTP デフォルトトランスポートっていうのは、これ変数なんですけど、デフォルトのトランスポートになっています。いろいろ、マックスアイドルコンとか、プロキシの設定とかが、デフォルト値で設定されています。これは、デフォルト値ですね。で、ラウンドトリッパーっていうインターフェースは何なのかというと、HTTP のトランザクションを行うインターフェースで、これ実装しているのは先ほどの HTTP トランスポートと、あとはニューファイルトランスポートで取得できる値ですね。ファイルコロンスラスラみたいな、プロトコルをこう、扱うための、やつですね。で、ラウンドトリッパーはあんまり自分で実装することはないんですけど、リクエストのたびに前処理とか後処理を行いたい場合とか、モックサーバーを作りたい場合に作ることがありますと。で、ラウンドトリッパーのインターフェースはですね、非常に、シンプルな作りになって、ラウンドトリップって言って行って帰ってくるっていうことですね。で、サーバーまで行って、帰ってくるみたいな。で、何を持ってサーバーまで行くかっていうと、HTTP リクエストを持って、で、サーバーから HTTP レスポンスをもらって帰ってくると。エラーも一緒に返ってくるという感じですね。非常に余計なものがない感じの作りになっています。で、このラウンドトリッパーを実装する際のチップスとしてはですね、レスポンスを返す場合にはエラーは必ず2にしてください。で、リクエストは変更しないでくださいと。リクエストは他のゴルチンから参照される可能性があるというのを忘れないでくださいと。元になる HTTP ラウンドトリッパーをラップしておくことによって、わざわざ自分で HTTP 通信の部分を実装しないで、置くといいと、自分で実装する必要がないのがメリットになりますと。フィールドで設定しておくようにしておいて、フィールドが設定されていた場合は、その設定されているラウンドトリッパーを使って、そうじゃない場合はデフォルトトランスポートを使うみたいな、そういうことにしておくと非常に、使い勝手が良くなるかなと思います。詳しくはこの大沼さんのブログを見てください。